豆キュン。磁石を飲み込んだ恐竜。もう、カメはいつやのよ。何個も恐竜を一頭も捕まえられないなんて。それを見てください。水路を掘っていたら天然の磁石が見つかりました。また何か珍しい恐竜でも発見したのかと思った。そうじゃありませんが、磁石を利用して恐竜を捕まえることができます。草食恐竜は草を消化するために石を飲み込みます。これを遺跡と言って、遺跡に磁石をくっつければ磁石で引き寄せることができるじゃないですか。ほほう、磁石の力で恐竜を集められるなら苦労して捕まえることもないわね。そうだな。では遺跡を飲み込む恐竜に磁石を飲ませて捕まえるわよ。捕まえた、やった、よし。マストスポンディルス、ディプラエオサウルス、ディプロドクス、このぐらいでいいかな。いいえ、女のじゃなく、私たちが到着した日に見た首がとても長い恐竜、体もとっても大きい、ブラキオサウルスですね。そう、ブラキオサウルス、あの恐竜を捕まえるわよ。ボスがきっと喜ぶはず。よし、捕まえに行こう。ああ、腰が痛い。体がガタガタ。ふかふかのベッドで寝たいわ。ロープさえあれば、これでハンモックを作れるのに。ディンディン、丈夫なツルみたいなものない？丈夫なツル？あるよ。ちょっと寒い場所だけど、ついてきて。あれだよ。うわぁ、ロープにするのにぴったりだ。うん、これを切ろう。うん。はい、できたよ。おー、これで楽に寝られるわ。すごーくいい。人間は、こんなところで寝るの？本当はもっとふかふかのベッドで寝たいけれど、これで十分よ。ん？何？いや。あ、パキおじさん、ここで何しているの？パキケファロサウルス。彼女に何度もデートの誘いをする奴がいてね、頭突きで痛い目に遭わせようと練習しているんだ。でもここは僕の友達が眠る場所なんだ。練習は他の場所でしてくれない？ああ、そう、わかった。あっちでするよ。じゃあな。ありがとう、おじさん。え、なんだ？あ、ボラキおばさん。おお、ディンディン。体が勝手に引っ張られるの。ブラキおばさん。ああ、ケリー、私を捕まえて。ああ。ケリー、僕たちが助けてあげよう。うん、私がロープをブラキサウルスの尻尾に縛るわ。リンリン。うん、早く僕の背中に乗って。うん。やあ。もう一回。やあ、やったー。ベル、木にかけて。できた。うわ、いいぞ、うまくいっているぞ。いいわ、それじゃあ少しずつ移動するわ。体長が30メートルもあるから気をつけろ。ケリー、どうやらブラキオサウルスが磁石を飲み込んだようだ。恐竜を捕まえようと悪い奴が磁石
少々かかっている。なら急がなきゃ。リンリン、ブラキオサウルスに飲み込んだ石を吐くよう伝えて。うん。チャンネル登録してね。